皆さんこんにちは、あいです。はい、今日は久しぶりに室内からのお送りとなっております。なんか家で撮るの超久しぶりだからうまく撮れるかどうかわからないんですが、今日は何をしていくかというと、こちらの本日の私のオリーブヤングで買った購入品たちを紹介していきたいと思います。この中に私の夏のおすすめなども入っているので、ぜひぜひ参考にしてくれると嬉しいです。じゃあ早速紹介していきたいと思います。ですね、まずは何から紹介していこうかな。まずは私が1回も使ったことないものから紹介していきたいと思います。こちら何か分かりますか？バターみたいな、ジャムみたいなと、これが実は洗い流すパックみたいで、これが今2+1でイベントをやっていたので、2つ買ったら1つついてくるっていうイベントをやっていて、ちょっと気になったので買ってみました。これ前からあるのかどうかわからないんですけど、なんかちっちゃくて可愛くて、多分10分15分ぐらいやったらいいのかな。でこれ一つ一つその効果とか、あと種類が違くて、これはスイカで、これがアロエ、これがヨーグルトだって。ヨーグルト、これがキュウリ。効果がね、そこに書いてあるの、チッチュン水分だから、集中水分。キュウリは集中水分で、一つ一つ効果も違うので、これなんかすごく一つ一つ悩んだ時に、その肌トラブルに合わせて使っていくのがいいなと思って買ってみました。とこれが1つ150円で、今2+1もやってるので、まあお得なのかなと思って、これを後でやってみたいと思います。はい、そして続いてこれがですね、どうやってやって怯えた。これなんだかわかりますか？これが、友達に紹介してもらって買ったものなんですけど、これがマッサージ機らしくて、私が結構むくみやすい、その顔がすごくむくみやすくて、でそれを友達に言ったら、あ、そういえばそのオリーブヤングでなんか、まあちっちゃくて手頃なやつあるよみたいなこと言われて、なんだろうと思ったら、この開けてみると、この下が鉄みたいなアルミみたいになってて、これを冷蔵庫に入れて、このまま入れて冷やすと、ここが今すっごいひんやりしてるんですよね。これをやりながら、これでマッサージ、冷たいこのひんやりしたやつでマッサージすると、もうむくみがなくなるって言われて、で、まあ、人によって多分違うとは思うんですけど、まあ今よりかはやらないよりかマシかなと思って、これをちょっと試してみたくて、これを買ってみました。これも後でパックやりながらやりたいと思います。はい、じゃあ続いて、これはお化粧品ですね。みんなが大好きなお化粧品だぞ。こちらペリペラのインクピッティンコロパレットです。でこれ4番の色を買いました。でこれ私がなんで気になったかっていうと、これがちょっと値段が2200円、2万2000ウォンで、ちょっと高いかなと思ったんですけど、これがなんと全然お客さんわかりますか？シャドウとこっちとチークもついてるんですよ。このめんどくさがりな私にぴったりな商品です。でもこれだけついてて2200円って考えると、そんなに高くなくていいんじゃないかなと思って、でしかも色がですね、わかるかな、こっちがピンク系の色で、こっちがオレンジ系の色、2種類入ってるっていうので、私はすごく魅力的に感じてこれを買いました。なんかシャドウと多分チークの色とかもこの組み合わせでもう決まってたりとか、決まってるっていうかいい組み合わせでこう組み合わせてもらってるから、これはすごい化粧しやすいかなと思って、これは2種類のメイクを次の動画で撮りたいと思います。ぜひぜひそちらもご覧ください。で、ここからは私の夏のおすすめ商品をご紹介したいと思います。でこれは本当に私がおすすめっていうよりかはもうすごく助かった、もう夏の恩人みたいな方を紹介したいと思います。方じゃないか、ものを紹介したいと思います。でん、これなんですけど、これ髪の毛のスプレーで、実は固めるスプレーじゃなくて、これがそのドライシャンプーって言って、これもう見てもらった方が分かりやすいんですけど、これをちょっと振って、髪の毛と髪の毛の間の、私は間にやってるんですけど、シュッてやると、この匂い大好き。そう、これがシャンプースプレーっていうんですかね、油も取ってくれて、あとはいい匂いもして、シャンプー結構スースーもするのかな、なんかシャンプーしたてみたいなサラサラにもなるんですよ。でこれが夏に例えばちょっと汗かいたなとか、ちょっと頭皮の匂いとか気になるじゃないですか。その時にもう例えば前髪ある子だったら、もう前髪がちょっと油切っちゃったなみたいな時に、もうこれをシューってやると一気にサラサラになるっていう優れものなんですよ。で多分ドライシャンプーもいろいろ出てると思うんですけど、私的に一番好きなのがこの匂いで、大きさも大きいやつもあって、でも私的に持ち運びが便利なのは、すごく小さいのが持ち運びが便利なので、これはいつも持ち歩いて、夏になると必ずリピートして買ってる商品です。なんかね、前買った時にね、大きいの買った時に小さいのもついてきたりとか、結構その時その時になってイベントとかもしてるから、やっぱ女の子は髪の毛サラサラでいい匂いした方がいいじゃないですかなので私はこれを夏にはもう3本ぐらい多分リピートしている商品です。これぜひおすすめです。はい、そして続いてがですね、これもオリーブヤングでも買えるんですけど、私はオリーブヤングで買ったんですけど、これが続いて 3CE の、これは実はアイブロウペンシルなんですけど、ただのアイブロウペンシルじゃないんですよ。これがタトゥーアイブロウペンシルなんですよ。なんか筆ペンみたいになっていて、こういうアイブロウ結構出てるんですけど、これがですね2種類色があって、で私は暗いのも明るいのも持ってるんですけど、髪の毛暗い時はこの暗い色を使っていて、で寝る前にその例えばじゃあその海に行くとか川に行くとか、もう体育祭があるとか何でも、ちょっと化粧落ちそうだなっていう時に、これを言う前の日にこれをこう眉毛、自分の例えばもうこういう形にしたいって言ったら、もうここにスッスッスッス描いて、そのまま寝るとその形にうっすらうっすらなんですけど、そんなにくっきりこういう感じではなくて、うっすらちゃんと自分の眉毛がある人みたいな感じに残ってくれるので、私は寝る前に描いて、その次の日なんかそう遊びに行く前の日とかに描いて寝ています。でこれ問題はちょっと寝る前はクレヨンしんちゃんみたいな極太眉になるっていうのがちょっと問題点なんですけど、寝る前だから自分しか見ないから。でこれはすごく夏にはよく愛用していた商品です。3CE でも買えるし、これがオリーブヤングでも買えるので、これオリーブヤングに行ったらぜひぜひこれもあ、愛ちゃんが言っちゃったやつだって考えてくれると嬉しいですと、まあ私が今回買ったものは以上なので、早速試していきたいと思います。っていうことは化粧を落とさなきゃいけないってことですよね。チャンネル変えないでこのままちょっとお化粧を落として、パックとあとマッサージをしていきたいと思います行ってきます。はい、お化粧を落としてまいりましたまあもう公開してるしいいですよねまだ今スキンとかも何も塗ってない、状態なんですが、ここから今日は何を塗ろうかな。でも私がもともとは乾燥するタイプじゃなかったんですけど、なんか最近ちょっと乾燥、水分集中を、あ、すごいこんな感じだ、塗っていきたいと思います。これがきゅうり、今日はきゅうりを塗ります。開けるとわかるかな、なんかね、これなんて言ったらいいんだろう、まあ塗っていこう。足りるかな。あ、すごい中にね、なんかちょっときゅうりの粒みたいなの入ってるの見えるかな、緑色の。お、すごいきゅうりが入っとる。でも匂いは全然きゅうりじゃないけどな。匂いはね、なんかね、あ、でもきゅうりの匂いするな。健康的な匂いがする。葉っぱの匂いみたいな。わ、乾燥した肌が痛いもん。目の前も塗って。あ、結構残る。全然こんなにたくさん塗ってもまだ3分の1ぐらい残ってる。贅沢にたっぷり塗っていいと思う。あ、小さいと思ったのに全然入ってる。鼻の中いくかよく乾燥する部分、口の周りとか鼻の周りとか目の周りに、目に入らないようにしっかり。ちょっと首にも塗っとこう。お、いい感じじゃないかい。ここになんかちょっときゅうりの粒が結構入ってるの見えますか。今度ここにも緑の。はい、でこの状態で10分待ちたいと思います。これを一緒にやっていきたいと思います。このマッサージ機、お、あ、すごい気持ちいい。超ひんやりしてる。あのライン気になる部分、あ、これ朝やったら超気持ちいいだろうな。リンパ、なんかパックも浸透するような気が。昔リンパマッサージとかいっぱいしてたけど今しなくなっちゃったな。この頬もね、の下のところをこうグリグリすると気持ちいい。私的にマッサージの方法は、私はここに結構、この耳とこの顎のラインのここの間あるじゃないですか。ここにすごく溜まってるって昔エステ行った時に言われて、ここをこうグリ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 ほぐしてから、むくんでる時超痛いんだよね。ぐりぐりほぐした後に、これをここのリンパが通ってるらしくて、ここにほぐしたものを流す。ぱリンパを流すのっていいらしい。これすごいひんやりしてるから気持ちいい。こっちも目と眉毛と間のこのラインのこのここあるじゃないですか。これをぎゅーって押して、これも眉毛の上をマッサージすると気持ちいい。で押すと目の疲れが取れるみたいで、これ指で普通にギューッと押してもいいみたいです。ちょっとこめかみの気持ちいい。でもやりすぎると肌に刺激しちゃうのかな。けどなんかパックしながらだから大丈夫そうないかな。まあマッサージはここまでそしてあと5分ほど待ちたいと思います。洗い流し終わりました。おお、すごいしっとりします。おお、なんか白くなった気もするし、このツヤが出た。エッセンスクリームを完成。おお、お手軽で、なんかパックしたよりかはもっとなんかしっとり感がすごい。なんかパックした後でちょっと乾燥したりとかそういう感じが私的にあったんですけど、これパックした後あんまりこう乾燥した感、しっとり感がパックよりかはもっとあるような気がして、これいいですね。でまだまだいろんなあれも残ってるので、これ愛用していきたいと思います。ということで、すいませんこんな顔ですが、以上私がオリーブヤングで買ったパックなどの紹介はこれで終わりにしたいと思います。そして続いては私がこのオリーブヤングで買った2つのこのシャドウとチークを使ってメイクをしていきたいと思います。じゃあねー。あー、これモザイク入れてもモザイク入れなきゃかな。